セーブお疲れ様です。ふはは、これが目に入らぬか。いや、楽天カードやんけ。死体役でも、きっちり突っ込むマリサ。状況はどうなってるかね？被害者は3歳から60歳女性。アダウトすぎんだろ。地球在住の、当たり前だろ。ま、リサです。中国人か。ほうほう、他に情報は？7歳の時に、寝る前オレンジジュースを飲みすぎて、おもらしした経歴があるようです。は、恥ずかしいじゃないの。そして現在の体脂肪率、20%。は、恥ずかしいじゃないの。昨日もイチゴショート2つ、それとプリンにアイスを食べたようです。で、そんなとこまで調べついてるなら、年齢ぐらい調べとけや。それはご愁傷様で。何がだよ。死因の特定は？ご覧の通り、すごい血痕です。左脇腹付近に刃物で刺されたような痕跡も確認しました。これ自体は致命傷ではないようですが、おそらく死因は出血多量による食べ過ぎが原因かと。いや、なんてやねん。これは難しい事件になるぞ。死亡推定時刻は1192年12月4日午後11時前後と思われます。鎌倉幕府か。ってことは死後800年以上。死後硬直は？硬直も何も、普通に白骨化してんだろ。硬直は見られず、プニプニは健在です。やめんかー。続きまして、高速プニプニ。ナレーション、人は後で楽屋来い。凶器は見つかっているのかね？はい、先ほど捜査員の一人が、現場付近のショッピングモールで発見しました。何をそんな人が集まるとこに凶器捨ててんだ。それは間違いないのかね？はい、鑑識が調べた結果、凶器についていたものと、こちらが完全に一致したようです。刑事殿、ご覧になられますか？もちろんよ、事件解決の糸口になるかもしれない。オムライス。こちらが凶器と思われます。どちらも完熟トマトのゆっくりケチャップと判明しました。私何で殺されてんだよ。これは、恐怖のオムライス殺人事件ね。怖さゼロだろ。てかオムライスでやられるって。末代までの恥だよ。お、刑事、その顔は何かわかったようですね。ふふ、まあね、犯人は、意外と身近に、そして内部にいたりするものよ。それは警察関係者が犯人だということですか？もうやめましょうよ。主さん、もうすべてわかってるのですよ。なんだこの展開。何を言ってるのかさっぱり。しらばっくれても無駄です。主さんねえ、私ずっと気になってたんですよ。あなたのその赤い口元がね。ただいま、お見苦しい映像が流れました。誠に申し訳ありません。しばし、この美しい映像で気分転換を。でもいいわ。これはただの口紅です。じゃあ鑑識に調べてもらってもいいわよね？その必要はありません。私は犯人なんかじゃない。怪しすぎんだろ。あ、ちょっと口になんかついてるよ。これ使って。あらやだ恥ずかしい。ありがとう。ふふ、これを調べさせてもらうわ。騙したのね。いやアホだろ。まあそれを言い出したら、最初からずっとアホなんだけども。そして鑑識で調べた結果、ただの口紅だった。もう霊夢ちゃんたら、疑ってひどいじゃない。ごめん。だって全くわからなかったんだもん。だもんじゃねえよ。まあ夕食ご馳走するから許して。本当ですか？じゃあ焼肉で。オッケー。この近くに行きつけのお店あるから行きましょう。レッツゴー。おいおい。2時間後。私をほったらかすなぁ。めでたしめでたし。めでたくねえよ。皆様、今回もご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけましたか？恥ずかしいから見ないで。もしよろしければ、動画アップの励みとなります。チャンネル登録や高評価お願いします。じゃあまた次の動画で。